カリア GR-9 に装備された PayVA-4 ブ a y v a 4はアメリカ合衆国製の航空爆弾である。本爆弾は米冷オン社の PayVA シリーズ最新のものであり、新世代の GPS、INS とレーザー誘導によるデュアルモードの誘導装置を持つ爆弾である。この精密誘導爆弾はイーグブ v で始まる。 正式名称を持つ工場型ペイブウェイシリーズのさらなる改良型であり、これまでのペーブウェイがセミアクティブ、レーザー誘導システムを主として用い、全地球速位システム遠洋管制広報装置、ゲインズという GPS、INS 誘導装置を重としていたのを逆転させ、ゲインズを主体に誘導するようにした。また、従来のペーブウェイでは多様な玉体に対応してきたが、 ペイブウェイ4ではマーク82500ポンド汎用爆弾のみを弾体に使用している。弾体の前後に誘導部と安定翼のキットを取り付ける構成は変わらないが、E グブーマイナス12改良型ペイブウェイ2に比べるとセミアクティブレーザー誘導システムはオプション扱いとなり、先端の誘導部は鋭く尖って長く大きくなっており、4枚の走行翼も前後に 伸ばされ翼面が大きくなっている。オプションのセミアクティブレーザー誘導システムを選べば、先端の円水部に代わって、ウェザーベインのついた、ペーブウェイ2のレーザー誘導部が取り付けられる。新艦も、英米共同開発の、衝撃、遅延、空中爆発、球玉体背部にはコンフォーマル型ハードバックがつくようになった。 このハードバック部を大きくして内部に折りたたみ式の主翼を内蔵させ10日後に展開し、飛距離を伸ばすことも検討されている。新しくされた改良型コンピュータ制御群には、空中爆発機能を可能にする爆発高度センサーと、有効無効選択式対義マンモジュールが制御する GPS 受信機が含まれる。本枠弾は、完成計測装置だけか、 GPS 誘導のいずれかを使って投下される。オプションのレーザー誘導システムを持つものでは、終末期のレーザー誘導はいずれの誘導モードにおいても機能する。米国製のペイブー a 砲用の爆弾ラック、ブルーマイナス57に加えて、英国でも2連ラック、レーダーを開発している。このペイブー a 砲は、イギリス軍からのトーネード GR-4、ハリアー GR-9、9 ユーロファイター台風運用の精密誘導爆弾という要求に応じて、ペーブー A2 及び改良型ペーブー A2 をもとに開発が進められ、2003年6月12日には採用が正式決定された。2009年にイギリス空軍がユーロファイター台風運での運用試験を行っているが、米軍での使用は J ダムと小直径爆弾の開発計画によって不透明である。 ペイブウェイは、レース音社の商標である。ありがとうございます。